今日も冷凍対戦やっていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ初手コースは150のリボンロードセクシーだってごめん笑っちゃった。ちょっといやツボにはまりそうなんですけど、まあそこは気にせず。なんかそういうチームがあるんですかね。なんかね知らず知らずのうちにですね新しいさチームがたくさんあってね、僕びっくりしたんですよ。2018年ぐらいに主にね交流戦とかいろいろ活動していましたけど、この2年間でこう進化しすぎ、なんかめっちゃ知らないけど抜いちゃう。これ2判定で相手も取りたいな。で投げて1位多分前に、うわウラルさんこれ守るわ。ちょっとウラル守る体勢張ります。この人フレンドさんなんですけど、レートがねあまり、この中では一番確か したかな。これおルンマルクスさん、なんか前フレンド4人では固めちゃってるけど、これ投げない。うん、ウラルさん1位取ってほしい。もう俺ちょっと強い思い出があるね、思いがある。さあ今回使っていくのはテレさんのソーラー豆、テレ豆使っていこうと思います。もう相変わらずのね、もう大好きカスタムなんですけど、もう相性つけちゃってるからね。そういやね、前の動画で髪切りてぇに関する話途中で途切れちゃったんだよね、なんかなのでその話をしていきたいんですけども、あー最悪やらかした。うわー何やってんだよこれ。いやセクシー当てるわ、セクシー赤コーラダメか。5ヶ月近くですね、赤コーラやばいなこれ。もうロン毛だよね、ほぼロン毛に近くなってるんですけど、だからもうそろそろな髪切り行かないと、僕ね限界そろそろだからね、セルフカットできたら一番いいんですけどね。あのマルクスさんなんで当てちゃうんだよフレンドさん、クソなんか燃えてきた俺。ちょっとこれ全員ぶっ潰すわ。いやぬいマルクスさんもいるじゃん、マルクス族多すぎなんだけど、どんだけいるね。さあもう一回赤コーラか、ちょっと赤コーラやばい、赤コーラの群れ何回引いてんの今日。1レースで3回ぐらい引いてんじゃないか、それ言い過ぎだな。これ投げようかな。でシングル割って今ないで相手に取った。いやーノーさんごめん、最後キノコオッケー引いていくからの最後キノコショーとか行くけど、あーよし黒よし抜けず、くそうわなんか今日最初の最初からマルクス何人いる今日ヌイマルクスさん、ルンマルクスさんしかもセクシーってなんだよ。本日の撮影日は5月31日ということで、今日ね5月末になります。最後の撮影日なのでね、気合入れて頑張って、待って 200cc じゃちょっと待ってなんですけど、もうね僕はね実況者一 200cc が上手い男ともう自分で言っちゃってるんですけども、さあ頑張って走っていきましょう、よろしくお願いします。さあ今日ね5月の昨日ね30日になんかリボンロードでフレンドさん前1位計画みたいな、そんなね動画をね撮ってたんですけども、塩潰していくくくー、オッケー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 。ただワリオがついてきてんだよな、 N さん早いで赤コーラ大事とさ、このパックンスライダーはですね、この水流に乗ってるアイテムボックスかなり重要になってくるんですけど、これでさトゲは、ダッシュ版のうまいね。でトゲゾーもう一発クリオミで一応まあそういうこと言ってると多分ね1位取れないんで、 200cc はもう完全総力ゲーで総当たりしていきたいな。後ろなんだろう、あ1位譲ってくれたね。でキノコ多分使うんじゃないこれショートカットで、これ入れ替えしよっか、入れ替えして、いやーシングルしか割れねえじゃん、やらかした。ただ前後ろね2人コイン、じゃあキノコなんですよ。皆さんね初見さん、もしこの動画見てる方いると思うんですけども、 200cc だけは、総力 OK 赤コーラ、あこれ3段マジ嬉しい。さあ押すなよもうふざけんなよマジでおい、いやマジでふざけんなよ本当、許さねえ。あれ誰悪いよちょっと、いやあんまりねそういうこと言うと負けるから、自分が悪い、もう自己責任論を追求して、わあカピンさんフレンドさんやばい、これボム兵のなんとか抜けるわ。いやーもうふざけん、もうなんで 200cc めったに当たんねえのもう絶対これ負けねえ。裏ボールそこへ投げる早く早く早く、いや使います、最後いけ、よい3位か、よいか、オッケー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 、もう白熱しすぎてわけわかんねえんだけどね。ああちょっと今ね昼間だから大声出してるんですけども、夜だとですね声控えめになっちゃいます。だから声小さい時と大きい時の差がすごいかもしれないんですけど、まあそこはね、察してもらえるとありがたいです。いや 200cc で4位マジ悔しいな。ちょ待てよ1動画に 200cc2 回は反則じゃない、ちょっとねえなんですけどさ、タキショーとか、うわー失敗するか。さあいやここはヨッシーサーキット 200cc 本日 2度目でございマルクス。さあ今度こそね1位を取っていこうと思います。さあ得意なんでもうね極力アイテムに頼らず
もう総力でね、みんな上がっていくというところね、見せていきたいな。これシングル、あ、ダブルありそうなんですけども、いや、なんか2位までいけそうだな。さあ、フラーボリオケの、てかもうそもそも当たらないな、無敵デルサなんで、まあ、そういうの関係なく。さあ、アッサン、それ赤コラ投げてほしいな。さあ、傷つけるタイミング気をつけて。さあ、この裏のね、キノコをうまく使っていきたいな。さあ、いや、1位出ていく、やっぱ強いわ。いや、このカズマルクス、テレサ様に、ね、200cc で勝とうと、100年早いよ、君たちには。いや、すげえ上から目線だけど。いや、これ浮いてくれよ、頼む、よし、OK。これキノコ使うか。防御系優先で走っていきましょう。赤コーラ当たっても元も子もないし、ポケゾーが来たらどんまいで、赤コーラのが来る確率、どう考えても高いと思うんだよ。さあ、もう来たよ、フラグ立てちゃってよ。なんですけど、ポケゾー引け、ポケゾーじゃねえわ、クラクションか。さあ、でもかなり差できてんな。うわー、ついてきてんな、後ろ。頼む、もうやめて、もうやめて、それ以上やめて、もうやめて。赤コーラ消す、よーけ、あー消せねえか、くそ、もうあいつうるさい。オッケー、サンダー強い。これさ、ショートカットに抜いていくからの、スター後ろ来てっちゃ来てんだけど、抜かされ、うわー、もうそっち飛んのかよ、アーサン、ありがとう、合流。いや、ありがとうね、くっそー、アーサン、そういや、レート1万だとな。うわ、悔しい、でもフレンドさんに抜かれたから許しちゃう。まあ、しょうがないな、真剣勝負のマリオカートという世界なんで、まあね、どうこう言おうか関係ない。楽しめたからね、それでよしっていうね、まあそういう考えでやっていくのがいいんじゃないでしょうか。はぁ、あ、アーサー1おめでとうございます。まあレート上がったからね、まあプラスと捉えて次ね、ラストレースにしましょう。今日の動画最後に差し掛かってきました。いや、集まれ動物の森、冬来たなぁ。いや、なんか今の観点からするとさ、めちゃくちゃ涼しそうじゃない。今冬だ、冬、今もう夏に近づいてんじゃん。もうほぼ夏だけどね、今暑い、めちゃくちゃ暑い。もうね、窓全開にして動画撮ってるんですけど、なかなか涼しくならない。プラスですね、ちょっとね、日が出てるんですよ。だから暑いんだよね、これ。さあ、でもね、そういう子言わずに、あとね、実況してるから、さらに熱中症にはね、ほんと気をつけて、僕も、実況の方していこうと思うんですが、さあ、まずコインかな。うわ、取っちゃ、ちょっと取られて、僕の分取っといて、お金、貯金がないから。さあ、まず貯金を貯めていきましょう。貯金理論。さあ、テレサの、空豆カスタム、今日ね、最後になっちゃうんですけど、最後で、ね、今日の動画最後ね。さあ、ミラクル8引くの早いな。いつもだいたいね、2、3周目に引くイメージがある、ミラクル8。1周目に引くのってな、そうそうないんじゃない。みんなは何周目に引くかな。いや、ふざけな、ちょっと俺のテレサ奪ったら、いや、恨むからね、ちょっとテレサの恨みは、いや、怖いからね。これでもう一回入れ替えして、もう一回スター引くんじゃない。スターやばい、3連続いた。アーサン、これちょっと やり返するわ。 200cc 抜かれた分のやり返しをしていきたいけど、どうしようかな、入れ替えしたいな。いや、冬のね、集まれ動物の森はですね、春夏秋冬、夏、秋、春の中でですね、地面が滑るんだよね。そこが一番厄介だ。苦手意識持ってる人は多分そこが嫌だと思う人多いんじゃないかな。さあ、これで、果物ショートカット使っていきたいんですけどさ、これと、うわー、いぶね、滑る。いや、滑りに滑る。そういや、昔ね、僕、中学1年生の時に、スキーをね、やってたんですよ。めちゃくちゃ気持ちよかったね。いやー、もう一度やってみたいな。もう多分もうほぼ感覚忘れてね、あれから10年は経ってないけど。さあ、どうしよう、これ。うわ、よし、仕返ししていく。さあ、漁夫のり、いやー、マジかー、これやらかしたな。でも順位的にキノコもう一回出す。オッケー、がむしゃらキノコで、カピバラさん、これ当てたいな。いや、ごめん、オッケーオッケー。お、巻き込まれて2位。漁夫のりだね、ほぼある意味漁夫のりだ、これ。よっしゃー。ということで、本日の動画どうでしたでしょうか。ここまでにします。いや、200cc がね、この1パートに2回来るっていうのが、本当になかなかないんでね、今日は楽しめたから、まあ良かったんじゃないかなと思ってます。みんなもね、もし動画が面白かった、役に立ちました、また見たくなりましたと感じてくれたら、高評価や低評価やコメントで感想やね、豆知識など、僕ね、勉強になることたまにあるんで、何かあればね、ぜひね、書き込んじゃって、もうどんどん書いてください。よろしくお願いいたします。これからもね、このレート戦だったりだとか、200cc だけに特化した動画とかも、上げてるんで、再生リスト載せておくんで、ぜひね、見ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいんで、ぜひともよろしくお願いします。ということで、今日も夜遅くまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。投げます。はい、申し訳ないね、さよなら、バイバーイ。で、使ってほしいキャラクターとか、カートとか、そんな感じでいろいろね、取り扱ってるんですけども、たくさんね、僕のこのカスタム、愛用してるんで、ぜひやってみてくださいとか、カスタムだけじゃなくて縛りとかでもいいんだよね。赤コラ出る、はい、当てます。もうボメヘイ引いたのマジ強いな。いや、テレサのパワーを貯めて元気玉、元気ボムヘ作っていきたいな。さあ、これ一応さ、ダブル付近に置いとこうか。で、
後ろ多分北時代にオッケー。あスタビリーとビリーってなんかビリにいるみたいじゃん。骨クッパソラマメもなかなか強そうですよね。まずコインを、重点的に集めつつ、やべえよ、おー今当たったと思った。あトゲ釣りか。さあテレサパワーでクラクション引いていく。はいありがとうございます。